ローチケドットコムをご覧の皆さん、こんにちは、池田彩子です。今年も年末のコンサートが迫ってきました。12月5日日本橋三井ホールで行います池田彩子コンサート2015を開催いたします。このコンサートは、今年で3年目になるんですけれども、この、12月に日本橋三井ホールで行うこのコンサート、1年の総まとめのような、そんな大切なコンサートだなと思っています。今年はピアニストに三田健一さんを迎えて、三田さんのアレンジでこうガラッと私のオリジナルの曲を、アレンジしていただいて、音楽でこう思いっきり遊んでみたいなと思っています。そして編成はピアノ、チェロ、バイオリン、そしてギターという少しクラシカルな編成で、どこまでできるのかというのが今、私も本当に楽しみでたまりません。2015年、皆さんにとってどんな1年だったでしょうか。私はいろいろなところに旅をしたり、音楽の旅があったり、全国各地にコンサートに、たくさん伺えた1年だなと感じています。その中には伊勢神宮の奉納コンサートがあったり、心に深く深く刻まれるコンサートがありました。その全てのコンサートの総まとめ、1年の思いをぐっと閉じ込めたコンサートにしたいと思っています。寒くなってきましたので、ぜひ暖かくしてお出かけください。12月5日日本橋三井ホールで皆さんのお越しをお待ちしています。それでは池田彩子でした。